こんにちは、はるです。今回はキンプリの件について話していきます。先週の金曜日の、夜の11時過ぎとかだったですかね。メンバー5人のうち3人がキンプリを脱退してジャニーズ事務所も退所するっていうことが突然発表になりましたね。これも僕はめちゃくちゃ驚きましたね。本当にその日放送された M ステにキンプリも出てて、それも僕見てたので、その、わずか2時間後ぐらいにこの発表だったので、さすがに驚いたし、いやこんなことあるのかなっていうふうに思いました。でこれはね、ジャニーズの長い歴史の中でも前代未聞かなっていうふうに思います。ある程度年齢を重ねた、ベテランのグループが解散とか休止とか、メンバー誰か一人辞めますよとか、そういうことはねずっと今まであったんですけど、まだねデビューして4年ぐらいでまだメンバー全員20代っていう若いグループから、一気に3人もメンバーが脱退、事務所を辞めるっていうのは長い歴史の中でも初めてじゃないでしょうかね。僕はスマップのこう熱心なファンっていうのを10年以上やってるんですけども、ただスマップ以外にもね、ジャニーズのグループって比較的結構見てるし、テレビの歌番組っていうのもかなり見てるので、そうすると必然的にジャニーズのどのグループも見るし、シングル曲ぐらいだったら全部のグループの曲知ってます。他にもグループのね冠番組とかもちょいちょい見たりします。キンプリの、キンプルっていう番組ですかね、あれもちょくちょく見たりします。で僕もキンプリはそのジャニーズの、いろんなグループの中でも、結構好きだし、特に若手の、グループの中では一番好きかなっていうふうに思います。今5人組ですけど、5人とも個性あって、特にダンスがめちゃくちゃうまいなと思うし、曲も結構良かったりするし、シンデレラガールもいい曲だなと思うし、特に僕はマジックタッチなんかはすごい一番好きな曲かもしれないですね。曲もかっこいいし、ダンスもすごくいいので、初めて見た時からいやすごいなというふうに思ってて、最近のね一番っていう曲もね TikTok ですごく流行ってますけど、あれもいい曲ですよね。なのでね、以前の動画でも話したんですけど、スマップ、嵐、その次のね国民的グループを担うグループだと思ってたので、やっぱ今回はね驚きましたね。今ファンの皆さんは悲しんでるのはもちろんですけれども、その自分の思いとかをどこにどうぶつけたらいいのかもわからないだろうし、事務所が問題なんじゃないかっていうふうに考える人もたくさんいるでしょうし、で今回の件は正直僕から見てもよくわからないですよね。やっぱこう事務所に問題があるんじゃないかとか、メンバーは脱退した意思とかないのに無理やり事務所からっていう、そういった可能性もあるとは思うんですよね。スマップの場合は正直完全にそうだったんですよね。飯島さんっていうスマップのマネージャーというかプロデューサーが突然追い出されて、それがきっかけでちょっとこう、意見が割れたっていうのも多分あるとは思うんですけど、もともとねスマップ5人、2015年とかその時点までで、解散したいとか事務所辞めたいなんて意思は全くなかったと思うんですよね。それなのにこう同族経営、ジャニーズ事務所って同族経営でずっとやってきてるので、そういった悪い部分が重なって、スマップも解散せざるを得ない状況に追い込まれたっていうことだと思います。普段からキンプリも僕見てて、やっぱみんなねアイドルとしてすごくプロだなっていうふうに思うし、ファンのことも大切にしてるメンバー同士、仲がいいっていう言い方が僕あんま好きじゃないんですけど、やっぱ絆がちゃんとあるグループだなっていうふうな印象がありました。でそしてこのツイッターとかにもそのファンクラブの約20分ぐらいの動画の一部が流れてきたりとかするので、それは本当は良くないことなんですけど、僕もこうチラッとだけ見てるとね、やっぱこうスマップの公開処刑って言われた生放送での会見みたいなものを思い出してしまいましたし、キンプリの5人ともやっぱいつもと雰囲気が違うというか、表情が硬いなっていう風な異様な雰囲気っていうのは感じますよね。その動画についてもこうカンペをめくる音がするとか、そのメンバーがちょっと上を見て喋ってるから、その事務所が指示したカンペを読んでるんじゃないかみたいな風にも、見てる方いますよね。だからそのこの辺もちょっとわからないですよね。半分ぐらいは事務所の指示というか、事務所からこういうことは言ってはダメとか、こういうふうに言いなさいみたいなことは、半分ぐらいはもしかしたらあるのかなというふうに思います。
事務所を退所する3人がね、結構口々に言ってたのが、やっぱ海外進出、海外っていうワードをたくさん言ってましたね。特に平野くんがそういう思いが強かったみたいですけど、だからこの辺がね、なんかよくわからないですよね。海外進出っていうのが、まあ、どういうことなのかっていうふうには思いますよね。別に日本だけで活動してても、まあ、海外にはファンはたくさん増やせると思うんですけど、まあ、具体的に海外のねレコード会社と契約するとか、海外でライブをするとか、そういったことがしたかったっていうのは、もともと平野くんとかすごく強かったのかなとは思いますよね。でもその海外っていうことだけで今回なんか3人が辞めたいって思ったとはちょっと思えないんですよね。そこでなんか事務所との問題があったのかなとは想像してしまいます。なんかその、理由を述べる上でその海外っていうのをまあ強く言うしかなかった。結局あの場で本当の本音なんて言えるわけないんですよ。事務所とこういう揉め事があったから脱退しますとかっていうのはやっぱ言えないんですよね。そのスマップの公開処刑の時もそうでしたけど、結局スマップの5人もはっきりとした理由、解散する理由なんてことは言わずに、解散から6年経った今も未だに僕らファンはわからないです。なのであの20分っていう動画ですけれども、そこでねなんかメンバー全員の本心とか本当に細かいところまで言うっていうのは不可能だと思います。たった20分だとね言えないと思います。その言えないなり、言えないんだけれども言えないなりの理由をうまくちゃんと言わなきゃいけないっていうふうに考えた時に、やっぱり海外とか海外進出っていう言葉をなんかこうたくさん言ってしまった、言えざるを得なかったのかなというふうに思います。5人のそれぞれのコメントを見てて、平野くんは海外っていう思いが強くて、で今多分平野くん25歳ぐらいだと思うんですけど、今の年齢から考えるともう海外っていうのはもう遅いから、だからもうなんか目標を失ったみたいな風に言ってましたね。まあ確かにね、これからじゃあ海外進出目指していくっていうアイドルグループを考えた時に、まあ、確かに25歳はもうちょっと遅いなっていう風には思いますよね。ただねやっぱこのこういうね日本のアーティストが、まあ、海外というか欧米とかで、まあ、活躍していきたいって言った時に、やっぱ日本のアイドルってスキルが低いからダメだとか無理だっていう日本人の人とか多いと思うんですけど、でも僕はそうではないような気もするんですよね。僕はその海外の音楽とか正直ほとんど聞いてないので、まあ、実際よくわからないですけども、なんか同じ時代にね生きてる人間なんで、国が違うからといってそんな好みが違うとか全く受け付けないとかって僕ないような気もするんですよね。実際ジャニーズって海外進出そんなにしてなくても、ある程度ね海外でもファンとかってそれぞれのグループいたりするじゃないですか。まあ、そういったことだと思うので、なんか日本的なこういうアイドルをこう欧米とかで前面に出していったとしても、僕は一定数はねファンっていうのは増えるような気はするんですよね。もちろん BTS ぐらいの世界一のグループになるっていうのはなかなか大変なことだと思うんですけど、なんかダンスとか歌とかそういったスキルだけではないと思うんですよ。その海外の人を引きつける魅力とかって、日本のアイドルっていうのはやっぱそれなりの魅力があるからこそ日本人でねたくさんあのファンがいたりするんで、それがじゃあ欧米の人になったからといって全く通用しないってことは僕はないんじゃないのかなと思うんですよね。なのでその変にね欧米に合わせるような、グループにならなくても、日本でこうやってるままのね魅力でこう伝えていっても、ある程度海外のファンって増えるんじゃないのかなと昔から思ってます。そして岸くんなんかはそんな自分の能力がなんかこう海外では通用しないみたいなことを言って、それが原因でなんかこうやめるみたいな感じでしたよね。だからそんなにねなんか自分を否定しなくていいのになっていうふうに思います。岸くんもねすごくファンも多いと思うんですけど、やっぱそれは岸くんなりのね魅力があるからこそそのファンはついてるし、その今の魅力のまんま海外の人でもねたくさん好きになってくれる人はいるんじゃないのかなと思いますね。だからなんかアイドルはね自分に自信を持って誇りを持って、やってほしいなっていうふうにはいつも思います。岸くんもこう天然でねバラエティで面白いっていうイメージが強いと思うんですけど、でもね実際リーダーとして僕はちゃんとねなんか締めるところは締めるというか、引っ張るところは引っ張っていってるんだろうなっていうふうになんとなく思ってます。で今回ね辞める3人の中で岸くんが辞める側なんだっていうのに、キンプリのファンの方が結構驚いてましたね。やっぱリーダーだからこそなんか残ってほしかったみたいなところもあるのかもしれないですね。
そして神宮寺くんも辞めるんですけれども、彼はもともとね、あのメンバーが1人キンプリを辞めてるんですけれども、それプラス今回今5人でやってるけれども、もう1人ね抜けるっていうことになったら自分も辞めようみたいなことを考えてたっていうふうに言ってますね。で、まあ、これに対してね、なんかこう自分の意思がないみたいな風な見方をしてるファンの方もいる感じがしますね。まあ、ただこれもやっぱりメンバーのことを思ってるんだろうなっていうふうに思うし、あとファンのこともね大切に思ってるからこそ、なんか至る考えなのかなっていうふうに思います。今回この辞める3人の、その平野くん、岸くん、神宮寺くんが、この3人が特に5人の中でも仲いいなっていう風に、なんかにわかファンの僕から見てても思ってたんですよね。なんか M ステのトークコーナーでもこの3人で どっか行ったみたいな話とかもしてたと思うんですけど、3人で仲がいいっていうのもね、プラスしてこう辞める、3人で一緒に辞めるっていう理由の一つなのかなとも思います。永瀬くんと高橋くんの2人がキンプリ、まあ、事務所に残ってキンプリを続けていくっていうので、この2人の決断もなんかすごいなっていうふうに思います。やっぱり5人から一気に2人に減って、2人でキンプリを背負ってやっていくって、やっぱすごく覚悟のいることだと思うし、グループとかファンへの愛っていうものもすごく感じますよね。永瀬くんもね、なんか一見クールそうなキャラでね、なんか一番5人の中でね、客観的に見てるとグループへの愛がないのかなとちょっと思ってたりもするんですけども、まあ、実際真面目でね、なんかこういう熱い部分があるんだなっていうのを改めて今回思いました。高橋くんは多分最年少だと思うんですけど、まあ、演技もすごく上手くてね、あの木村くんの未来への10カウントにも出てましたけれども、すごく、まあ、ダンスもすごい上手いし、絵も上手いし、いろんな才能があるメンバーだなというふうに思います。さっきも言ったように、今回辞める3人のがどれだけ本当の理由を言えてるかというのは分からないですし、残る2人のコメントとかも、まあ、どこまで本心なんだろうみたいなことも思うんですけれども、ただね、一つ言えるのは、やっぱ不正解な間違ってるメンバーなんて一人もいないと思うんですよ。なんか全員正解というか、全員それぞれの考えがあるし、なんだろうな、だからファンの人はとりあえずなんかメンバーを叩くみたいなことはやめてほしいかなというふうには思いますね。あの、まあ、特に平野くんとか岸くんあたりがなんか今回叩かれそうだなみたいな印象があるんですけれども、でスマップの騒動の時もね、やっぱ木村くんが一人悪者みたいな感じでなってて、ファンの間でもちょっと分裂みたいなものが起こってるし、で解散から6年経った今でも、やっぱ木村くん単体にしか興味ない他の4人のアンチになってる人とかもやっぱ一部でいるし、でその逆もいます。で4人は好きだけれども、木村くんだけはちょっと嫌いとかっていう人もやっぱいます。スマップファンの場合は結構長年応援してるファンが多いとか、まあ、年齢層も高かったりするので、まあ、そういったこうアンチに変わるファンっていうのは、まあ、一部ぐらいしか本当にいないんですよね。ほとんどがそういう人いないんですけれども、キンプリのファンはね、まだファンになりたてとか若い10代のファンとかも多かったりすると思うので、どうしてもなんかこうアンチになりやすいんだろうなっていう風なイメージはあります。あのなんかこうアイドルを好きっていう、そういう愛の反対って愛憎だと思うというか、愛って簡単に愛憎憎しみに変わると僕は思ってるんですよね。なんかこう強い愛だからこそ、それが裏返った時のそのなんか憎しみっていうのもすごく強くなってしまって、なんか一気にアンチになってしまうっていうことって、どこのアイドル界隈でもあることだと思うんですけど、ファンが分裂するとかアンチが増えてしまうっていうのはすごく悲しいことですよね。その嵐の活動休止の時にも、例えば二宮くんがこう先になんか結婚を発表してしまったっていうので、そこでなんかこう二宮くんアンチの人が結構今いるとは思うんですけど、なんかそういうのはね、どこのグループのファンだろうが見ててね、やっぱ、なんか嫌な気分にはなりますからね。なんかメンバーをあんまり叩いてほしくないっていうのは今回のキンプリの件でも思いますかね。今回もしね、その事務所がかなり主導的に3人を追い出すみたいなことが、まあ、可能性としてはあるとは思うんですけど、まあ、実際どうかわからないですけどね。この前のタッキーの動画でも僕は喋ったんですけど、もともとジュリーさんとかって別に僕はそこまで悪い人じゃないんじゃないのかなと思ってたんですけど、あのタッキーの件とかね、今回の件とか見ると、やっぱ噂通りの本当にひどい人なのかなっていうふうにどうしても思ってしまいますよね。なんかツイッターのハッシュタグとかでも、なんかジュリーさん退任させたいみたいな、そういうのがね、運動として今ファンの間で起こってたりしますけど、やっぱなんかね、ジュリーさんの自分のお気に入りを残して、お気に入りじゃない人は追い出したいみたいな、そういう考えがもしかしたらあるのかもしれないですね。これがこう同族系の恐ろしいところというか、なんだろうな、
やっぱ株式に上場してる企業だったらね、その株式総会とかでいろいろ意見言ったりとかできるんですけども、まあ、そういったことをさせないっていう意味でジャニーズ事務所って上場してないんでしょうね、ずっと。だからこうファンもどうしようもないっていうか、周りの意見で変えられない部分があるのかもしれないですね。でこれがね、なんかこのキンプリのこの件っていうのは、僕はある意味でスマップの解散以上になんかジャニーズ事務所に与える影響って大きいと思ってるんですよ。やっぱスマップってね、結局デビューして25年も経った上での解散っていうことで、まあ、あれぐらいの年齢だから別に解散っていう選択をしてもおかしくないんじゃないかっていう風な世間で見てる人も多かったんですよ。で実際その不仲で解散っていう風に思ってしまってる世間の人も多かったんですけど、ただキンプリに関してはね、本当にデビューしてすぐで、まだまだこれからっていう若いグループから、しかも一気に3人が事務所を辞めるっていうのは、これはねファンじゃない人が見たってどう考えても違和感ってあるじゃないですか。でしかもまだ若手のグループっていうことで、このキンプリの先輩だろうが後輩だろうが、まず所属してるタレントにもいろんなことを思わせてしまうだろうし、事務所への不信感みたいなものっていうのは今所属してるタレントの中でもますます増えていくんじゃないかなっていうふうに思います。なんかもうさすがにね、世間の人も今回の件をきっかけにジャニーズ事務所やばい事務所なんだろうなって思う人増えますよね。で今回のことがきっかけでやっぱりスマップの解散ってやっぱり本人たちの意思ではなかったんだな、事務所が悪かったんだなっていうふうに改めて思ってる人がツイッターとか見ててもめちゃくちゃいるんですよね。スマップ騒動の時にも多くのスマップファンはね、メンバーの意思ではなく事務所に解散させられてるんだっていう風にたくさんツイッターとかでも声を上げてたんですけれども、ただね大半の人はなんかそれは盲目なファンのなんかこう意見だっていう、実際そうではなくて不仲で解散したんだっていう風に思ってる方が多かったですよね。で他のグループのファンなんかは、いやスマップは仲が悪いから解散したんだとか、私の応援してるグループには何の関係もないみたいな、なんかヘラヘラしてる人たちもたくさんいたと思うんですよ。他人事だなっていう風に見てるジャニーズファンの人も多かったと思うんですけど、やっぱ当時からね、それは僕は違うなってずっと思ってて、やっぱこのスマップが解散するっていうこの与える影響力って他のジャニーズのタレントにもきっとあるし、なんかいろんな悪い影響が今後出てくるだろうなって思ってたんですけど、やっぱあのスマップ解散以降ね、事務所を退所する人もたくさん多かったし、グループ解散とか休止するグループも多かったし、その全てがスマップの解散の影響だとは言わないですけれども、多分ものすごく影響はあったと思います。スマップっていう、まあ、トップのねグループがいるからこそ、で自分よりも年上のねあのグループがずっと活躍してるからこそ、後輩たちも自分の未来予想図っていうのを描きやすかったなっていうふうに思うんですよ。でそういった存在がいなくなった、解散したっていうのはね、すごく与える影響力大きいと思いますし、そしてその後ジャニーさんが亡くなったっていうのもものすごく影響してますよね。そこからやっぱジュリーさんが社長になったりとかして、なんかワンマン経営にどんどんなっていくのかなっていうふうには思いますよね。で今回のキンプリの件もね、この影響って他にね、タレントに与える影響力めちゃくちゃあると思うし、その先日のさっきの退任の件もそうだし、この2つの件がきっかけでまたジャニーズ事務所へのなんか不満とかっていうのが積もって事務所辞めるっていう子はね、確実に出てくると思います。でグループで1人抜けたら、じゃあもう解散しようって考えるグループもあるかもしれないし、だからこれはね、他のキンプリファン以外もね、他人事じゃないですよ。どのグループを好きなファンの人でも、なんかこういった時にね、なんかちゃんと事務所の問題として捉えた方がいいかなっていうふうに思います。ファンの方たちがどれだけこう声を上げてもね、この3人が脱退するっていう事実はもう変えられないと思います。そうなった時に残り半年っていうので、まあ、本当に短いと思うんですけれども、なんかこの先のこととかも考えていく必要があるのかなと思います。退所する3人っていうのはおそらく一緒にやっていかない、活動していかない可能性が高いと、報道されてますし、僕もなんかそんな気がするんですよね。もう一人一人バラバラでやっていく雰囲気があるなっていうふうに思います。そしてそれぞれね、大手事務所に移るのか、個人事務所でやっていくのか、それはわからないですけど、まあ、おそらくね個人事務所でそれぞれやっていく可能性が高いのかなと思います。そう考えた時に、まあ、平野くんはね、まあ、正直5人の中で圧倒的にファンが多いと思うんですよ。人気もあるし、でもね、いくら平野くんって言ってもなかなかジャニーズ事務所辞めるとね、思った
以上の活躍っていうのは難しいのかなとは思います。まず普通にテレビでこうバラエティ出たり歌番組出たりっていうのは、まあ、当分の間は多分難しいでしょうし、まあ、本人がねソロでやっていくってなった時に演技を中心にやっていくのか歌を中心にやっていくのかっていうのは分からないですけれども、まあ、芝居に関してはね映画とかはいくらでも出れるのかなっていうふうに思います。映画業界とテレビ業界って違ってて、ジャニーズ事務所テレビ局がジャニーズ事務所に忖度してるのってテレビ業界だけなんですよ。その映画とか舞台とかなんか雑誌とかその辺って全くジャニーズ事務所の影響ってないので、その辺の活動は3人ともできると思います。ただだからといってねやっぱ一人一人でやっていくのって、まあ、大変ですよね。少なくとも今までみたいなその華やかな仕事をたくさんバンバンやっていくっていうのは厳しくなっていくだろうなというふうに思います。そのスマップ辞めた3人の新しい地図の3人も、まあ、結構苦戦はしてるんですけれども、ただねやっぱ3人で一緒にやってるからこその付加価値っていうのがやっぱりあるから、3人で NHK で番組やったりアベバで番組が決まったりっていう、そういうのは結構ねあのすんなり決まっていくんですよ。新しい地図の3人も一人一人でやってたらこんなにたくさん仕事はもらえてなかったと思います。で今回辞めるキンプリの3人もそうで、やっぱ一人一人でやっていくってなるとなかなかね本当に大変だと思います。特に岸君とか神宮寺君あたりは、まあ、にわかファンの僕から見てて正直何やっていくのかなっていう風な印象はあるんですよね。特に岸君なんかバラエティでの活躍がすごく多かったから、でもあの退所したらねバラエティ多分ほとんど出れなくなっちゃうと思うんですよ。だからといって彼歌とかダンスとかやっていく感じにも見えないし、演技もね別にそんなにすごくうまいという印象はないので、まあ2人岸君と神宮寺君2人どうしていくんだろうなっていうのは、まあ気にはなりますね。残る2人もそうですけど、やっぱ5人それぞれねこれから大変だなっていうふうには思いますね。その脱退まであと半年ですけれども、半年の間にできることといえば、まあ、今ちょっとねあのシンデレラガールとか今度発売される新曲を、まあ、ミリオン突破させようみたいな運動もちょっと起こってるみたいですね。あのスマップ騒動の時にも、まあ、世界に一つだけの花を、まあ、300万枚トリプルミリオン達成して、それは25周年っていうタイミングだったので、まあ、CD デビュー25周年をお祝いするっていう意味で、まあ、300万枚突破させようみたいな購買運動がありました。世界に一つだけの花はもともと250万枚ぐらい売れてたので、まあ、その年2016年の1年間で、まあ、プラス45万枚ぐらい買ったことによって300万枚突破したっていう、まあ、あれはね、まあ、結局やってよかったなというふうには今でもちょっと思うかなと思います。なのでキンプリファンもこうミリオン突破っていう一つの夢を叶えさせたいっていう運動自体は、まあ、僕はいいかなとは思うんですけどね。その結局 CD たくさん買ったらジャニーズ事務所が儲かるだけなんでっていう人もいると思うんですけど、まあ、やっぱりそのミリオン突破するっていうのは一つの記録としては残るし、あのシンデレラガール、僕はどっちかっていうとシンデレラガールをミリオン突破させた方がいいんじゃないのかなっていうふうに思います。今度発売される新曲もいい曲かもしれないんですけれども、やっぱ世間的にねシンデレラガールは完全なるヒット曲なんで、それがミリオン突破するっていうのは全然問題ないというか、ミリオンに値するぐらいのいい曲ヒット曲だと思うんで、どっちかっていうとシンデレラガールの方がいいんじゃないのかなと思いますね。僕もシンデレラガール普通にいい曲なんで、なんか1枚ぐらい買おうかなと今ちょっと思ってるんですよね。あのシンデレラガール多分サブスクにない気がするので、まあ、1枚ぐらい記念に買おうかなとちょっと思ってます。今回どういった経緯でね3人が脱退するっていうのになったかって、本当のところって多分どう頑張って調べてもわからないとは思うんですよ。まあ、この時期にこういう異変があったんだろうなとかっていうのはファンだったら想像つくとは思うんですけど、でも実際のところわからないんですよね。メンバーも結局言わないだろうし言えないだろうし、それがねなんかファンとしてもどかしいですよね。僕もスマップファンずっとやってて本当にもどかしいんですよ。でまあ、今回キンプリファンとかも一つ注意した方がいいのが、やっぱキンプリファンって若い人とか今こう加熱してる状態なんで、なんかね詐欺働こうとする人が出てくる気がするんですよね。なんかこう新聞広告を出すためにクラウドファンディングとか立ち上げて、まあ、何百万とか何千万とか集めてますみたいな、まあ、そういった詐欺とかする人が出てくる可能性かなり高い気がするんですよね。だからキンプリファンの人たちはそういう人たちに騙されないようにだけ注意してほしいですね。なんかもうお金が絡むようなこととか、そういったファンの運動を装って騙してくる可能性あるんですよね。
キンプリファンの今加熱してるし、特に若いファンが多いから、なんかそういうのに騙されやすいファンもちょっと多いと思うんですよ。だその辺はね、最新の注意を払ってもらいたいですね。ファンでこう協力し合ってお金出し合って何か運動するとか、それは別にいいと思うんですけど、その辺がね本当に信用できるものなのかどうかっていうのはちゃんと気をつけてほしいなというふうに思います。あとはもう最後の最後までなんかメンバーの言葉を信じるとか、メンバーを信じるとか、メンバーを悪く言わないとか、その辺は、そうあってほしいなというふうに思いますね。なんかやっぱ事務所内でいろいろあるのは間違いないと思うんですよね。その海外でいろいろやりたいのに、そういった思った活動をさせてもらえないみたいなこととかもきっとあるんだろうなと思います。やっぱ最近のジャニーズの傾向とか見てると、ベテラングループとかの活動とか制限とかどんどんしていって、そのファンを若いグループにどんどん流していきたいみたいな思惑はすごく感じるし、だからなんか今のジャニーズ事務所って本当になんかビジネスに振り切ってる感じもするんですよね。そのメンバーが年齢を重ねてからの活動がどうとか、そのファンがどうとかは考えてなくて、ひたすらジャニーズ事務所っていうのがこう長く続いていくこと、まあお金を稼ぐことっていうのをなんか最優先してるような印象があります。まあちょっと長い動画になったんですけれども、キンプリファンの人には、メンバーを信じてもらいたいっていうのと、あとはこう、まあ、熱くなるのはいいんだけれども、どこか客観的にこの物事を捉えるっていう目線も絶対に忘れてはよくないかなというふうに思います。事務所が悪い可能性は高いですけれども、ただ何でもかんでも事務所を叩いてしまうとね、それは良くないと思うので、ちゃんと悪いなって思った部分だけ、批判する、でそうでない部分はちゃんと受け止めるみたいな、そういったことが大事かなと思います。そのメンバーの意思自体もちょっとぐらいはあるとは思うので、なんかその辺の見定めみたいなものも大事。本日の動画は以上となります。皆さんの感想などあればコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。高評価とチャンネル登録もよかったらお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。